事だったか。父上、青の竜騎士殿と我が盟友のおかげであります。彼らからもたらされた喜ぶべきいい知らせをお聞きください。なんと異端者どもの頭目氷の巫女をコートに連れ帰るとは、いやはや驚くべきことを。異端審問官は良い顔をしないだろうが、被害を最小限にとどめることはできた。感謝するよ。蛇竜を撃ったとあれば、聖教の方々も功績を認めざるを得ないでしょうな。そういうことだ。問題はフレースベルグとの開口で明るみとなった粒子戦争の発端とその顛末でしょう。イシュガルド建国神話を根底から覆す事実をどうするのか。かつて人と竜とが共に生きた時代があり、人の欲と裏切りが争いを引き起こしたか。我ら四大名家が貴族という立場にある理由、その点にも疑問符がつくことになりますな。蛇竜を退けし十二騎士の末裔であることは揺るぎませぬが、爵位を捨てた者たちがいたとなれば、平民もまた十二騎士の末裔ということになる。事実、平民出身の異端者の中には竜の血の力でドラゴンの眷属と化す者がいた。目を喰らった者の末裔という動かぬ証拠となります。この真実を歴代の強行芸家はご存知だったのだろうか。だとすればその罪はあまりにも重い。やはりこのままにしておくわけにはいかないな。お待ちください、アイメリク卿。教皇陛下を直接質問なさるおつもりか。総長、それはあまりに無謀というもの。たとえ教皇陛下が真実を知っていたとしても認めるはずもない。逆にアイメリク卿、あなたが異端に落ちたと告発されかねない内容なのですよ。そうなれば事実を認めたということに他ならない。長きにわたるこの戦争を真に終結させるには真実を白日のもとにさらさねばならぬ。見たであろう先ほどの光景を。多くの民が戦いに疲れ信じる者を見失っている様を。次は人同士の争いで血が流れるぞ。ドラゴン族という共通の敵を失えば、支配する者とされる者の間での戦いが起こるだろう。イゼルが真実を知った今、どんなに聖教が否定しようとも噂のルフは止められない。そして噂は不満を持つ者たちを束ねる力になる。イシュガルドは今こそ変革しなければならないのだ。アイメリク様。ルキア殿、本当にアイメリク卿を行かせてしまって良いのですか。変革すべしという彼の見解に異論はないが、
何の準備もなく教皇庁に乗り込むというのはあまりに性急すぎるように思える。確かに止めるべきだったのだろうな。だが冷厳な現実主義者に見えて誰よりも改革の夢を見ている。あれこそが私が忠誠を誓うアイメリク様なのだ。私が今なすべきことはアイメリク様を止めるのではなく、あの方が歩む道を支え助けること。たとえそれが教皇庁との対立を生んだとしても。ルキア殿、まさか。国限を定め、アイメリク様が帰らぬようならイシュガルド教皇庁に突入する。なんと無謀な。一歩間違えればコート全体を敵に回すことになりかねん。私はアイメリク様にお仕えしている。生粋のイシュガルド人ではない私にとって、あの方こそが主君なのです。それにアイメリク様の出自についての噂もケイラはご存知ではないのですか。くだらん。一体何の話なのです。アイメリク様は現教皇が妾に産ませた子という噂だ。イシュガルド聖教において上級聖職者の婚姻は認められていない。それは頂点に座す教皇とて例外ではないはず。教皇トールダン七世の隠し子だというのか。無論公的には教皇に息子などいない。しかしそれがアイメリク様の人生にどれだけの暗い影を落としてきたことか。汚れたこと忌み嫌われ、たとえ功績を立てようとも親の七光と蔑まれる。今の地位にたどり着けたことさえ奇跡的だ。だが今回ばかりはその血が有利に働く。いかに強硬とて実の息子を簡単には殺せないだろう。対立したとて必ず助け出すだけの時間的猶予があるはずだ。俺も行こう。俺にとって奴は誰の子であろうと共に変わりはない。それに教皇庁に立てつくのは俺の方が先達なのでな。アイメリク卿は新しき世を作るにふさわしき方。このオルシファもまた微力ながら力を貸しましょう。オルシファン、お前まで。上、いい騎士とは民と友のために戦うもの。アイメリク卿はイシュガルドの民にとって必要な人材であり、我らの盟友であります。その命を救うために我らの一角獣の盾を掲げずして栄えあるフォルタンの加盟を誇りましょうか。英雄殿まで。まったく揃いも揃って向こう水な者たちだ。仕方あるまい、覚悟を決めるか。かたじけない、恩に切る。